自動車、オートバイオートバイの種類デュアルパーパスデュアルパーパスは、オートバイの車種を分類するカテゴリーの一つで、未舗装路や、不正地での走行を考慮した装備や構造を持ち、なおかつ舗装路や公道での走行にも対応しているものを指す。オフロードバイクや、オンオフモデル、または、オフロードタイプなどと呼ばれることもあるが、公道を走るための保安基準を満たしていない。 オフロード専用の車種とは区別して、デュアルパーパスと呼ばれる。デュアルパーパスという言葉は、英語で、二つの用途といった意味で、この場合は、オフロードとオンロードの二つの用途を指す。この場合の、オフロードは、不整地や、未細路、行道ではない場所を指し、オンロードは、舗装路や行道を指す。日本国外では、デュアルスポーツや、トレイルなどとも呼ばれている。 オートバイの設計や市場の細分化が進む以前はオフロード専用か行動走行可能かの区別なくスクランブラーと呼ばれていた時代があったその後各メーカーから専用設計のオフロード車が発売されるようになるとスクランブラーはロードモデルの一カスタムジャンルとして生き延び2010年代から 自社の遺産を復刻するかのようなモデルにスクランブラーの名が再び商標として使われ始めている。デュアルパーパスとして分類される車種は、オフロードで十分な走行性能とオンロードで一定の走行性や快適性を持ち、種としてオンロードを走行することを前提として設計された他の分類の車種とは大きく異なる特徴を持つ。オフロードでの走行性能や、 車体の特徴は一様ではなく、オフロードでの車体特性とオンロードでの車体特性の、どちらに重きを置くかによって多様性に富み、さらに細分化して分類されることも多い。同様に、デュアルパーパス車用タイヤは、ユーザーの用途に応じて選択できるように、トレッドパターンの種類が豊富で、見保装ロでのグリップ性能を重視した、ブロックパターンタイヤから、 オンロードでの性能を重視した製品まで数種類のものがある。オンロード走行を主眼に設計された車種に比べると、軽量で細身の車体で、短気筒ないしは2気筒のエンジンを搭載するものが多い。タイヤは細く、小道が大きいものが装着され、サスペンションは柔らかく、ストロークが長いが、オフロード志向の強い車種ほどその傾向が強くなる。 最低地上高やシートの高さが高い車種が多い。最高出力よりも中低速域での過渡特性を重視して、オフロードで扱いやすい、出力特性のエンジンを搭載している。そのため、オーフに弱く煽られやすいといった特徴がある。総じて、オンロード用の車種に比べると、オンロードでの性能や快適性は劣り、オフロードでの走行性能は優れていて、 オフロードで取り回しやすい車種は、市街地での走行で扱いやすい。ただし、程度は比較する車種によって異なる。一方、モトクロッサーなどのオフロード専用の車種と比較すると、メンテナンスフリー性や行動での運用に耐える、耐久性、あるいは荷物の積載や二人乗りに耐えられる強度を持たせた設計となっていて車重が、やや重い。さらに、保安部品に適合した、 透過類や消音効果の高いマフラーが装備されている。先進国では、高動走行が認可される条件として排出ガス値に、規制があるため、オフロード専用の車種に比べると、エンジンの出力がやや抑えられる。シート口はモトクロッサーほど高くなく、長時間の着座でも、オフロード専用車種よりは、快適な構造となっている。 オフロード専用タイヤはブロックが高く柔らかいため、行動での使用が危険で認可されていないのに対し、デュアルパーパス用のタイヤは、オフロードでの性能を犠牲にして舗装路でも十分な安全性が確保されている。サスペンションやステアリングの特性は、衝撃吸収性能や旋回性能よりも、高速安定性や直進安定性などを重視した設定となっている。また、 市街地から高速道路まで幅広い速度域に対応するため、トランスミッションはワイドレシオになっている。総じて、オフロード専用車と比べると、公道での日常的な利用にも対応できる一方で、オフロードでの走行性能が多少犠牲になっている。なお、夜間や一部に公道を利用したコースを走行するエンデューロレース用や、 ラリーレード用の競技車両のように、オフロード専用車種の中には、部分的に保安基準に適合したものもあるが、デュアルパーパスに分類されないのが一般的である。クレイ250はねえろ。ありがとうございます。